チーズ、誰も知らないレジェンド、イカレッタコスケです。今回は、超絶初心者による Apex Legends 超絶初心者のための勝てる武器、ご紹介していこうと思います。もう Apex Legends 以外で FPS、TPS 触ってる人は、もうスルーしてください。本当に、重火器ゲームが苦手な人、戦争ゲームが苦手な人、もしくは私みたいに、私が苦手な人だね。初めて触る人、なんだかもうよくわからないけどとりあえずやってみたぜって、それぐらいの初心者の人のための勝てる武器のご紹介になります。これ初心者だからこそわかる体感なので、中級者、熟練者の皆さんとは意見が変わってくるかもしれませんけども、ご容赦いただきたし。とりあえず、初心者が一番最初に戦うのは、大体初心者なんですよ。初心者じゃない人もいますけども。で、どんな風に戦うかっていうと、歩いてる。敵だ！うわー！リロード！うわー！あー！ってやられるんですよ。ここで、まず、打ち勝ちたい。これね、私もそうでした。なんで、正面で戦っているのに、全然俺だけ打ち勝てないのか。もちろんエイムの問題なんかもあります。でも、やっぱり武器の問題というのが大きかったんですね。で、今装備している R301。こちらが全ての個人的な基本的な武器になるかなと思います。というのも、このね、マシンガンですけども、ブレがね、わかりやすいんですね。これ何にも、弾薬マガジンだけしかつけてませんけども、ブレがですね、敵の中に収まってるんですよ。なんで、本当に癖のない武器を使おうと思ったら、まずこちらです。とりあえず、敵を見つけて、敵をターゲットの中に入れて、腰ダメの状態で打っても結構ダメージがない。これが基本中の基本かなと、個人的には思ってます。ただ、敵とね、接敵した時ってのはこうやって打ち合うわけじゃないですか。そうするとどうしたってリロードを挟んでしまう。そんな人におすすめするのが、こちら！M600 スピットファイア！これ、上級者、熟練者、中級者、そして初心者、激初心者でも扱いやすい武器となっている。ただ、初心者の使い方としては、でもみんな似たような使い方してるんですかね。とりあえずこれの強みとしてはですね、威力も一発19で、中距離戦もそこそこやれて、今何もアタッチメントついてないけども、で、かつ、弾薬がべらぼうに多いんですね。弾薬が多いってことは打ち切るまでの時間が長いということ。敵と出会った時に、敵が倒れるまで弾薬が切れない。もちろんエイムガバガバだったら切れちゃいますけど、とりあえず、なんでここのサイトの中に入れて撃ちまくっているのに敵が倒せねえんだってことがなかなかない。この距離で戦うことはなかなかないですけども、うわーってなった時に敵がきちんと倒れてくれる武器になってます。これが結構大きいんですね。残り体力、ミリみたいな状態で私もよくね、リロードしながらオロオロしていましたが、これはそれが非常に減ってくれます。下手するとね、もうキスする距離で敵と打ち合いますからね、初心者はね。この状態でね。この状態になる前に敵を倒すことができると。で、なんでこの武器なのかっていうと、他にもいろいろ武器あるんですけども、弾薬が多いのもそうなんですけども、細かいエイムを必要としないって言ったら怒られるかもしれませんが、このね、エイムのばらけ具合がちょうどいいんですね。逆に、初心者はこの、敵を追ってしまうことで、エイムがより外れやすくなってしまいます。でもこの武器は、ばらけ方がちょうどいいので、とりあえず敵に向けて撃ってれば、ちょっとずれても当たるんですね。弾切れちゃった。そこがね、非常に強かったと言ったことところで、この武器はとりあえず一本持っておきたい武器はナンバーワンこちらです。他にもね、フラットラインとかあるんですけども、でもスピットファイアが一番使いやすかったかな。そして、初心者におすすめのサブウェポン。301も非常に良かったんですけども、それナンバーワンを紹介するのであれば R99 SMG。これはね、単体だと個人的には難しかった。強いんですけど、何が強いかって、連射力が半端ないので、瞬間火力がとんでもないですね。一発の威力はね、11ダメージなんだけど、もう、連射力が速すぎて、ほぼ倍ぐらいの威力だと思ってくれたらいいんじゃないですかね。敵はすぐ死ぬ。ただ、動いてる敵に対しては、これ、結構上に跳ねますんで、当てにくいんですよ。じゃあ、どのタイミングで使うかっていうと、敵と接敵、まあ、一番最初にとりあえず持っておく。まあ、言い方を変えると、使い捨てマシンガンだと思ってくれたらいいですかね。使い捨てだとちょっと語弊があるか。まあ、とりあえず、ワンリロードを、ワンマガジン分、最初に開幕に使う武器。敵と接敵した時に、まずこれで、撃って、死んじゃった。接敵した時に、まずこれで撃って、違う武器に変えて残りを削り切る。そんなイメージですかね。それでもまあ倒しきれなければもう一回ね、R99 を、R99 をリロードしてみたいな形になりますけども、これ本当にとにかくね、敵に照準を合わせてる時間が短くてもダメージが出るっていうのが初心者向きなところです。なんせさ、今本当に立ちっぱのボットだからガバガバ当たってますけども、これ本当に、あれだからね、敵動いたりジャンプしてたりしてたら、私がエイム合わせられる時間なんて多分 0.5 秒ぐらいなんですよ。0.5 秒の中で、0.5 秒も合わせられないか。0.5 秒未満の中にダメージを大量に叩き込んでアドバンテージを手に入れることができると。武器切り替えが入ってくるんでね、ちょっとね、癖があるかもしれませんけども、こちら R99 が非常におすすめです。まあ、サブ武器という点ではね、開幕とりあえず打ち切るという点で、当てやすい、リロードしやすいっていう点ではね、この辺オルタネーターとかもね、全然使いやすいんですけども、とりあえず私が使いやすかったのは99でしたね。まあ、とにかくね、火力高い。そして、これだけだとなんなので、開幕いくつかよく落っこってる武器の中から選ぶとすると、これショットガンね。ショットガンの中ではね、EVA8 とかな。これかな。これめっちゃ強いというよりも、もう本当に同じ理由ですね。マスティフも使いやすいし強いって言われてるんですけども、初心者はね、マスティフね、当たらない。4発外してリロードしちゃうから、この EVA8 オートを持つといいかなと思います。これ外してもさ、余裕があるんですよ。これ結構大きいですね。で、本当にこのレレレ打ちですか。横に移動しながら、とりあえずこの四角に入れながら撃ってれば敵が倒すことができる。特に開幕みたいにシールドがあんまりない状態であれば、これで結構削り殺すことができます。ミリ残ってしまった分はね、拳銃とかでね、削ってもいいかもしれません。その点で言うと、これですね、モザンビークとマスティフはね、本当に一発も当たらずに終了してしまう可能性がある。もしくは、本当にミリだけ削って終了してしまう可能性がじゃない。私が何回もそういうことがあったので、個人的には EVA8 オートをおすすめしたい。これね、さっき、ショットガンボルトなしでやりましたけども、これ1個あるだけで、だいぶ変わりますからね、速度が。開幕にこれ手に入るだけでだいぶ凶悪な武器になりますんで、後半でもまあ別に使えると思いますけども、割とね、最近だと開幕でよく拾うんだね。ショットガンの中であればこれを拾っておきたいなといったとこです。それからエネルギー武器なんです。これ迷ったんだけどね、ボルト SMG も強かったんだけどね、あくまで体感よ。体感で使いやすかったのはエルスター。これね、あんまり強くないって言われてるんですけども、面白い特徴がありまして、リロードがいらない。じゃあリロードずっと打ちっぱかっていうとそんなことはなくてですね、この通り、警告音が鳴って、冷却が必要になるんだよね。ただこの冷却のタイミングだけ、少し打つのをやめれば、ずっと打てる。というリロードいらずなんですね。リロード忘れする人なんかにはとてもいいですね。まあ、リロードし忘れる人がこの弾の、属性を覚えていられるかどうかは別として、覚えていられると、非常に弾幕が腫れる。っていう武器になってます。当てにくいんですけど。ただ当たれば、まあそこそこ威力ありますんで、個人的にはこれかな。他の武器もね、強いのあるんですけどね、私当てらんないんだよね。私だけかな。ボルト SMG もね、強いって聞くんですけど、同じ距離でこうやって撃つときに、Lスターよりね、早く敵を倒せないんですよ。なんでなんですかね。そこはちょっと私わからないんですけども。まあ、ここはちょっと個人的感覚といったところになります。初心者のね、個人的感覚といったところになりますが。そして、スナイパーライフル。これはね、いろいろあって、トリプルテイクとかも使いやすいんですけど、まあ、スナイパーライフルとして選ぶのであれば、やっぱチャージライフルかな。何が強いって、他の武器、トリプルテイクなんかも、中距離戦で撃ったりすると当たるんだけども、だったら別に他の武器でもいいかなって距離だったりするわけですよ。スナイパーライフル特有の距離での撃ち合いになった時、これね、このチャージライフルは何が強いってまあ、バレちゃうんだけど、一瞬ね、最初に線が出るんで色々バレちゃうんだけども、弾がまっすぐ飛ぶ。これの1点に限りますね。もう本当、弾の落下計算とかできないから、当たらないから、もう下手したら同じ、その距離で敵にね、スナイパーがいたら一瞬で打ち曲げちゃいますんで、そういったところをね、負けないために、この一直線で、まず、敵を見つけて、狙いを定めたら当たる武器。チャージライフル。あんまり落ちてないけどね。試してみたい人はぜひこちらを試してみてはいかがかなと思います。というわけで、初心者が、初心者のために選んだ、勝てる武器。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録等々よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。